ママが来てる。でもあとはリオルも結構好き。だから私の今テレビのところにはトントントンって、まあもちろんイーブイちゃんが真ん中なんですけど、リオルとポーチャマンがいます。イーブイちゃんも3人います。めっちゃ好きです。めっちゃ可愛いです。届くかなこの思い。ありがとう、届いた、イエイ。葉野菜の区別テスト、人参が分かればそれでいいんだよ。ということで、まあそんな感じでポン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 って読んでいったんですけれども、いかがでしたでしょうか。やばい、退出するぞってきました。やばい。いいよして逆に。まだ見てんの恥ずかしいから退出してくれ。ありがとう。マイフレンド、マイフレンドありがとう。ありがとう。はい、いや本当に恥ずかしいですよ。皆さんも私の身になってほしい。はい、もう何も喋れない。また遊ぼうね。あ、またね。よかったよかったよかった。なにこのスタンプかわいい。すごい、名前入れれるんじゃん、すごい。買おうかな、うちもぬーちゃんのスタンプかわいい、うちも買おうかな。指針って言われちゃった。友達。友達。1500人、間違えた。1万5000人ありがとうございます。1500人、圧倒的に減った。10分の1。やばい。ドボンの端末の充電があと 10% になったのでドボンやめます。ちょうど今。待って、パソコンも充電するの忘れたし、もう終わったわ。タイプ C の充電器不足。返信してねって来たけど、私2日に送ったのに20日間返信来なかったぞ。名前剥奪するぞ、ソクレスちゃんって名前。私も返信しないタイプの人間なので人のことは言えないんですけど、すいません。はい、
ということで、こんな感じです。何話したらいいか分かんない。あとでもあと25分やるか、もう終わるか、どうする？急にどうする？あ、明日はこんなに夜にはできません。昼過ぎ、午前、いや昼、午前、いや昼過ぎくらいかな、昼かなくらいになっちゃうので、そうで、ちょっと22日もちょっとどうなるか今分かんなくて、全くその当日のスケジュールがマジで分かんないので、マジでごめんっていうことだけ言っとくわ。うん、竹兄さん千日おめありがとう、パンダさんハートありがとう、キュンですありがとう、船山もんさん千日おめでたわありがとうございます、せーの、たわたわありがたわ、船山もんさん千日おめでたわありがたわ、ありがとうございます。そしてですね、皆さんに本当に申し訳ないっていうご報告があるんですけれども、橋本春奈生誕祭ですね、一緒に見ようっていう配信をしようと思っていたんですけれども、DMM さんから亡くなってました。はい、すいません。すいません、はい、すいません、深くお詫びを申し上げます。あのドボンじゃない、ビンゴの方は Hulu さんでまだあると思うので、そちらはいつかしっかりとやります。あとは何かなぁと、何、あ、TBS チャンネル1さんですね、こちらもですね、まあいずれかはしっかりと実況配信をさせていただこうかなと思っているので、まあとりあえずは放送されるまでは無理なので、まあ、1ヶ月待てよって話なんですけど。そんな感じでございますって感じかな。とりあえず今日話すべき内容はタロウさん、ハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。明日は明後日のためにちょっとまだまだやらなきゃ、最終調整っていうかやらなきゃいけないことをしっかりとやってやりたいと思います。明後日テンパらないように、うん、本当にいつも以上にやることが多いので。頑張ります。今日からドボンライブの発見ができるん、そうなんですね、何も知らない。そうみたいです。だから、あ、だからドボライ、ドボライだっけ、なんだっけ、ドボコン。あ、夢見る、そうです、今日上がった夢見るの動画にですね、私声で2カ所ほど、あ、結局何箇所出演してるのか分かんないんですけど、2言ほど出演させていただいております。皆さんぜひ、絶対にわからないとは思いますが、本当に声だけの出演なので絶対にわからないとは思いますが、皆さんぜひどこだろうと聞いてください。ピョンズが見れば再生回数が増える、夢見る喜ぶ、橋本春の夢見る出演、よし、はい、ということでぜひよろしくお願いします、見てください。
大佐さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。まずキャパがどれくらいなのかもわかんない。八王子ホールってさ、1個しかないんですか？ホール2000人くらいが入るところみたいな調べては出てきたんですけど、そこなんですか？なんかさ、ホールがいっぱいある、なんか大ホール、小ホール、中ホールみたいなあるじゃないですか。なんかどうなんだろうと思って。大きいとこ、大きいんだ。千日記念に今から100位まで読んで、やば、待って、分かった、じゃあ次の更新したら、次更新したらすぐ読みますね。多分今から読んだら途中で変わる気持ちじゃないか、変わる予感しかないので。お、変わった、いきます。これ変わったやつだよね、きっと。いきます。1位ケンセイさん、ありがとうございます。2位テングピョンゾッパーカムスハムニダー。3位トラック野郎さん、ありがとうございます。4位パンダさん、ありがとうございます。5位ともゆきさん、ありがとうございます。6位マックミックさん、ありがとうございます。ごめん、ありがとう言わないね。7位ユーゴさん。8位キタスト公平アット、自分も今日で訪問回数1000回目、奇跡だ。3AYK アット、千日にやらかすおばかわいい子。何やらかしたっけ。あ、スクショの話だ。多分千一日目も見るね、絶対に見ろ。9位13、10位13、おお、すげえ。11位ふなえもんさん。12位さくたろうアット、はるぴょん神推し、今日は見に来れてよかったさん。13位しかっぽさん。14位イタちゃんアット群馬ニアさん。15位青い花、アットピョンゾッパーカムサハムニダ、ありがとうって言っちゃった。16位高重総監督さん。17位サプライズレバーさん。18位イヌイさん。19位銀次アットピョンズさん。20位菊池直久さん。20位、待って、やばい、順位がやばい。21位山内さん。22位レクサーとピョンズさん。23位竹にやっとハルピョンに1000回踏まれたい、やばい。24位スミちゃんと当日までドボンライブの席がわからんのはつらい。あ、そうか、前でしょ、だってあれでしょ。25位カーとピョンズさん。26位エルグさん。27位サッタとピョンズさん。28位 SL さん。29位ヤッチンさん。30位シュンゴさん。31位アンヤンさん。32位ヒロくんさん。33位帽子さん。34位ヒラッキーさん。35位ツッチーさん。36位さくらハートピョンちゃん、千日おめでとう、ありがとう。37位 A ダッシュアットピョンズさん。38位富山イヤシアット韓国のピョンズオッパ、39位カレットランランさん。40位クジノダイゴさん。41位バージョン R さん。42位スヒョンアット韓国の一般人オッパ、43位コニタンイミズさん。44位コウアットピョンズさん、45位グワポアット群馬ニアさん。46位マークンアットピョンズくんさん。47位くるみミルクさん。48位ゴンタくんさん。49位ナルセさん。50位キュウリさん。51位スッチーさん。52位ウィンドソングさん。53位オニール大佐さん。54位宮崎のおじちゃんアットカレーのおじちゃんさん。この辺いるのかな、まだ今見てんのかな、まだわかんない。55位チャンレタスさん。56位風月モナ先生さん。57位アディウィジャヤさん。58位ピエゾーアットタイ語勉強中さん。59位鶴亀の亀さん。60位ノリヤキさん。61位ハクさん。62位ジャメズコウアット台湾オッパ、オッパじゃないやさん。
63位タムさん、64位 X メンさん、65位タエさん、66位キヨヨさん、67位ネバーストップアット千日おめでとうさん、68位マコリンさん、69位ウッキョンさん、70位トシさん、71位イットクさん、72位ジンさん、73位ヒロロさん、74位タカアットミウディさん、75位マサヒロさん、76位マリユリさん、77位ときめきコバピョンアットピョンズさん、78位花ちびさん、79位水色デイズさん、80位みやびさん、81位アーティーさん、82位和歌山ラーメンさん、83位ネコペンさん、84位ムジカナバナナさん、85位モッチーアットドラさんしかカタンさん、86位前田敦夫さん、87位白身フライさん、88位あラッキーエイトおめでとうゆゆゆゆさん、89位ののさん、90位赤鼻のソルティさん、91位ふさくまさん、92位リピキラリママユイピョン八ピョンズさん、93位ジャムさん、94位ザッキーさん、95位カプレさん、96位ケッチャンアットハルピョンの高めツインに顔面殴られたいさん、やばい、97位ネズミキャンさん、98位ライオネルさん、99位サルカニさん、100位テルちゃんがアットピョンズさん、ありがとうございます。無事100人読み終わった。口が乾燥。ありがとうございます。もうやりきった、やりきった人10分これ。でも本当に100位まで読んだんですけど、でも多分100位の中にも入ってないけど見に来てるよっていう人もいると思うし、こう1600人間違え、もうやだ、やめたい。まあこう今ね100位読んだんですけど、こうなんて言うんでしょう、今100位読んで100位までしか読んでないけども、こう見てください、16000人、16660人の方が見に来てくれてるので、ま
あ累計なのでね入ったり出たりしてるかもしれないからちょっとあんまり分かんないけど、でも少なくとも100人ではないと思うので、私の配信を見に来てる人は、今名前呼ばれてない人もたくさん見てくれてるので本当にありがとうございます。そして本当にこんなにたくさんのタワー、皆さん本当にありがとうございました。なんだろう、まだまだなんかなんだろう、まあ確かに、なんですかね、難しいですが、まあ配信をしていく中で私のことを好きになってくれる人もいたり、私のことを嫌いになる人もそりゃいると思うし、なんかみんながみんな好きになる配信をするっていうのは私にとってはなんか多分できてる人にはできてるんだけど、私はその私にとってはちょっと難しいことだから、でもこうして今日こうやって来てくださってたりとか、こうやってコメントしてくださったり、星投げてくださったり、タワーもね投げてくださってる方もたくさんいたり、見に来てくださったり、本当にそう言って今日ここに来てくださった方は好きで来てくださってる、選んでいろんなメンバーが配信してる中で、いろんな人が配信してる中で、たくさんの可愛い女の子が配信してる中で私の画面を選んで、まあ、星集めだとしても選んで来てくれていると思うので、その方々が本当にゼロにならない限りは私は配信を、まあ、もちろん自分のね体調とかの あのあれとかもあったりとか、スケジュールとかの関係もあったりとか、なんか難しい日が増えると嬉しいなとは思う、体調であの難しいとは思いたくないんですけど、スケジュール面でちょっとこの日は配信できないって難しい日が増えると嬉しいなとはね、それは思うんですけれども、でも今の現状そういうことではない限り、今配信できているのはまあみんなが見に来てくれてるからだし、なんですかね、まあそうなのでたくさん、まあ、もちろんこうやって普通に配信をしてたら私をなんか好きでも嫌いでもないけど、なんか言いたい人とかも絶対来るし、そういうコメントが絶対に目に入ってしまうから、やっぱりあのでもその分みんなが温かいコメントをくれたり、なんかそれをハルピョンがこう目線を外してる時になんか流そうとしてくれたりしてくれてるのはすごいひしひしと伝わってないようで伝わっているので、そういう皆さんの優しさとか温かさをこれからも配信で感じながらまた続けていければなと、これからも、まあ、忙しくなるのが嬉しいことですけどはい、でもなんだろう、自分にできるのはこう時間がある今の自分にできることは、1秒でもみんなとお話ししたりとか、みんなにハルピョンは今元気だよっていうのを、まあ、SNS とか本当に苦手なんであれなんですけど、なんか結構誤解を与えて誤解をさせてしまうことが多い発言をが多かったりとか、まあ、それは自分の意識次第でできるんじゃないのって思うんですけど、なんで私の中ではそんな気持ちはないけど、捉えられる、そう捉えられてしまう
なんか後々見たら、あ、確かにそう捉えられてしまうかもなって思ったりもするので、そういうのも少しずつでも減らしていきたいなと思います。うん、はい、でも人間なので、まあ、本当に大人になればいいんですけど、人間なのでまだまだ子供だし、まだまだこれからもみんなに甘えてしまうと思うんですけど、それでも私のことを好きって言ってくれて、私の配信を見に来てくれてる人がいるのであれば嬉しいなと思います。泣け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 絶対今間違ってる絶対今間違えてるうん、今のタイミングで今のコメントは絶対間違えてる本当に改めて1000日ありがとうございます。これからもこんな配信ですが、何も面白くないし、喋ることなくなったら黙るし、なんか急にドボン始めたりするから、どこ見てんのか分かんなくなる時とかもあるしメール書きながら喋んない時もあるし、そんな配信なんですけど、まあこれからも見に来てください。よろしくお願いします。ということで、あと10分で、間違えた、1分であと1分で終わってしまうので、最後にキャッチフレーズをして終わります。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプであなたにきっと期待がお届けしちゃ、富山県代表春ぴょんこと橋本春奈でした。皆さん本日は本当にありがとうございました。たくさんのタワーもありがとうございます。皆さん見に来て17,293人ありがとうございます。千日ありがとう。10 1000